はい、今日もですね、ここ私ヒカキンの家にとんでもない超大物ゲストに来ていただきます。もうそろそろね、インターホンが鳴るらしいので待っております。緊張する。少し前にね、 YouTube 始めた方なんですよね。あー、楽しみ。マルオ、緊張するよ。マルオ、もっちゃん、もっちゃん緊張するよ。そろそろ狂ってよ、もっちゃんね。ドキドキワクワク。はあちゃん、あそぼ。こんにちは。いらっしゃい。ああ、いらっしゃいませ。川口春奈さんです。二人とも自撮りしてて、もうどっち見たらいいのか。はじめまして。はじめまして、バイ。お願いします。こんにちは。はじめまして。じゃあまずはハーチャンネルの方撮っていきましょう。はい、お願いいたします。お願いします。おお、すいません、お邪魔します。あ、いえいえ。ヒカキン TV Everyday。 わあ。大丈夫かこれ。大丈夫ですか。大丈夫です。ハロー YouTube。 どうもヒカキンと川口春奈です。よろしくお願いします。いや、はじめまして。はじめまして。はーちゃん。はーちゃんだよ。はーちゃんということでね、はーチャンネルを YouTube でやられたのが今年1月っすもんね。そうです、今年の1月から。はい、よろしくお願いします。すいません、なんとヒカキンさんのチャンネルに出れるとは。いや、こちらこそ。まさか今日来ていただけるってことで、はい、これはもう超やべえもん準備しとかなきゃなと思って。マジえぐすぎるもん。やべえ。買ったんで今日は一緒に開けて食べたいと思います。食べる。ちょっと持ってきます。ブン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 。ハロー、ゆうち。できませんね、全然。たけみです。すごい、でかい、なんか。これまず開けていきたいですよ、一緒に。これが YouTuber なんですね。あえて開けておかない。お、開けるとこから。そうです。いきましょう。勉強になります。このワクワクがあるんですよね、開封動画っていうのは。確かに。いや、大丈夫ですか。めちゃめちゃでかいけど。でかいけど、どうなってるのか僕もわかんない。もう一重になってんだ、これ。セキュリティがすごい。おっ、あっ、なんかどっかでくっついてんな、これ。え、破壊だ、もう。なんか来たな。うん。あ、あ、出てきた、出てきた。厳重な梱包だ。書いてありますね。なし。なし？トヨタってことは？愛知？愛知。愛知県。あ、あ、おー。すごくない？すごい。めっちゃ包まれてる。あ、あ、なにこれ、なにこれ。え、なにこれ、ちょっと待って。タゴなしっていう、なんかこの木の板が。なんかついてるんですよ。おお、すごい。それじゃあ、もう開けてね、カフェさんにぜひ持ってもらいたいんですよ。よーし。これじゃあちょっとぜひ。なんかいい匂いする。あ、なんか。なんかいい匂いする。温泉みたいな匂いする。木の匂いですかね、これ。いきます。せーの。はい。入れよう。よっ。うわー。やべ。かー。これ伝わるかな、映像で。え、ちょっとこれ持ってみてください。そうなんですよ、今回あのね、マジで宇宙一エグい梨買ったんですけど、うわ、顔と同じくらいか、顔よりでかいっすよ。こちらのお値段、なんと、わー、118万8000円。118万8000円この梨1個118万8000円なんですよ。ということ超やばいっすよね。てか待って、あの、僕ちょっと大ぶりな梨くらいなのかなって思ってたんですけど、何これ。これ2人で食べきれないかもしれないですね。めちゃくちゃ甘みになりますよ。どんくらい食べる派なんですか。私めちゃくちゃ食べます。あ、マジですか。ちょっとこれ全部食いません。いけますね、これ。店の仕事に支障出ない程度に。すごい。もし半分ずつ食べたら、うん、我々の胃の中に50何万分入ったことになるんですよ。今世界で一番高い袋になります。間違いない。やばすぎる。じゃあちょっとこの後思いっきりバッタリにしてもらって、はい、食べましょう。ブーンブーン。はい、というわけでこれからさばいていくんですけど、ちなみにこれね、ほら、これ普通の梨と比べるとこれやばくないですか。よいしょ。やばいっしょこれ。突然変異型なのかな。そう、これがなんかもう愛知県
のジャンボ梨でなんか有名な品種らしいんですよね。で、なんかね、初競りで今年はとんでもないのができて、それが110万で競り落とされて、それがスーパーで売られてたんですよ。で、テレビとかでニュースでやってて、もうそれ見た瞬間に、買います。さすが。いやもう、川口さんとのコラボがちょうど決まるぐらいの時だったんで、川口さん食べたいんで。私、梨大好きです。マジですか。いただきましょう、これ。これはでかいよ。1、2年ぐらいパワー持続すると思うんで。確かに。これ書いてあるんですよね。ほら、第20回ジャンボ梨コンテスト愛知県知事賞 2968g 梅村哲様っていう方が育てたのかな、多分。そう、コンテストのチャンピオン梨なんですよね。1個だけジャンボ梨コンテストっていうのもあるんですか。あるんですよ。そうで、面白いのが去年、一昨年は売れなかったらしいんですよ。そう、今年は売れたんです、私のおかげで。素晴らしい。じゃあ、ちょっと魚さばくのね、得意な川口さん。今膝膝蹴りしてるんですか。ダメですよ、もう繊細にこういきましょう。え、あれできるんですか、あのリンゴとかこうやって剥いていくの。あ、多分できるんですけど、いつも私あの普通にこう切って切って剥いていく感じで、かつら剥きみたいにはしない。あ、そうなんですね。このデカさだと思う。できなそうです。絶対無理ですよ、ね、この梅村さんがまさかヒカキンさんに食べられるとは思ってなかったでしょうね、梨人生の中で。本当に梅村さんありがとうございます。じゃあちょっといいですか。はい。うわっ、うわっ、すごいですね。やばい、どうしちゃった。重たいもん。ゴツゴツしてんだよね。梅干しみたいな、なんか芋みたいな。ここはやっぱもう豪快に真っ二つにいかないと。うわぁ、いった。ほら、包丁がさ、この大きい包丁でもちょうど幅が同じぐらい。うわっ、すげえ、切れた。いきますよ。はい。でーん、うおすごいよ。やば、なんかもうココナッツみたいなデカさ。ココナッツですね、うん、これどうやって切ればいいんですかね。こうやってやらないで、スイカみたいにいつものそういうリンゴとかみたいなのさ、いいんですかね。やば、ちょっと理想なぐらい。おお、こうやって食いますよ、こうやってスイカみたいに。おおおおおおお、あ、やっぱでもすごい慣れた手つき。あ、できるじゃないですか、全然こういう系。ただ、ただこれ、あーちゃん、ただこれよくさ、分厚く切っちゃうときあるじゃないですか、あの、リンゴとか、はい、ここの実ね、もうこれ、数万円分の実が。そうそうそう、もったいない、薄くいかなきゃ。薄くも、透き通るくらい。あー、はーちゃん1万円、飛んできました、今。やばいやばいやばい。ゴツゴツしてるから剥きづらい。私も洗って。これ全部剥くのに時間かかるやつですね。じゃあ僕もじゃあ、ちょっと一緒にピーラーで。ピーラー派で僕はじゃあ。僕はピーラーで薄く剥いていきますから、これね。梨さん、梨お好きなんですか。僕、梨超好きっすね。うまいですね、はい、なんだろう、いくらでも食べられる感じですね。うわ、でもこれ、確かにピーラーがいいかも。はい、でもなんかすごい美味しいって、やっぱり話題の梨みたいですよ。でもそっか、3キロだから。3キロ皮とかこの内側取っても 2. 何キロって1人1キロ以上食べなきゃ食い切れないってことですね。だってラーメンの大盛りとかって300〜400g ぐらいですよね、あれ、麺。確かに、手が違いな。そうですね、じゃあ本当に食べられなかったらヒカキンスタッフのみんなにも食べてもらって。何何これ何これ。こっちから見ると梨ってわかるんですけど、こっち側だけ見るとなんか一瞬謎の物体。やばすごい。やばいですね、顔と同じぐらいのデカさが。梨の匂い、やっぱりなんかね、皮の匂いがするんだよね。なんかその皮ばっかり、この皮もしっかりしてるから、普段なんか梨からは感じ取れないような香りしてて、すごい。でもマジですか。うまいうまい。溝がね、結構デコボコしてるから剥きにくいんですよね。そうなんですよ。僕、包丁使うとコメント欄がヒカキンさんの包丁怖すぎて見れませんっていうコメントがそれで埋まっちゃうんで、お待たせして。さすが。おお、どこまでこれ芯なのか。ワクワクしますね、味の想像がつかない。美味しくありますように。梅村さんが愛情いっぱい育てた。だってこれでも偶然ですもんね、半分こんな大きいのができるかどうかって。多分豊作の年とか去年、一昨年もこんなに大きいのができたんですか。多分できてないんですよね。去年、一昨年はなんか30万ぐらいだったらしくて、うん、おー、できた。でかっ。何これ、やべー、意外でしょ、このデカさ。これ伝わるかな、このデカさ。顔ぐらいのデカさですね、1個。あえてこれでじゃあ行きますか。手掴みできますか。行きましょう。わーい。せっかくなんで比較するために普通の梨切ってます。なんか普通の梨ぐらい。
おもちゃみたいに感じてくる。ちっちゃいなぁ。シャーッつって剥くの早いなすごい。やっぱ剥きやすい。本当だ。やっぱデコボコしてないし、すごい、10分の1くらいのスピードで。ほら、全然違う。うわ、ブーンブーン、手を合わせてください。いただきます。いただきます。すごい、初めての体験。どうぞどうぞ。いいですか。うわ、メロンかよっていう。ココナッツ、梨こうやって食べたことある人ないでしょ。でもさ、この1個、なんだろう、1個かじったらこれもう何円分ぐらいでいくんじゃない。いきますよ、せーの、ゴー。おっ、あらあらあら。うん、なんかこんな大きいと味も大雑把なのかとか思ったら全然うまいわ。なんかこの大きさに反して味は、味は繊細な感じですね。小ぶりで美味しい梨の味だ。うん、すげえ。うん、なんかもう皮の香りが嗅いだことないぐらい、皮が分厚いから皮の香りがすごいするんです。うまっ。うまい。梅村さん美味しいよ。梅村さん、今梅村さん多分。私作ってきてよかった。すごい。でも梨ってこうなるもんですよね。これどうやったら落っこちないで。確かに気になりますよね。こうやって梅村さんずっとまさかこうやって数ヶ月支え続けて。ずっとこう支え。俺は動けねえ。本当どうなる。なんかやるんですかね、支えみたいな。でもだって絶対これするから落ちるじゃないですか。うん。うまいなこれ。うまい。これどうだろう、4分の1だから。30万ぐらい。そうっすね、30万です。え、長崎出身ですよね。長崎でなんか有名な食べ物とかってあるんですか。ちゃんぽんとか。ああ、そうだ。皿うどんとか、カステラ。あと私はその五島列島って島なんで、五島うどんっていうのが有名で、うどんが有名です。へえ。じゃ島ってことはなんか小学校とかそういうのすごいちっちゃいとこあったんですか。ちょっと思いきや、その五島列島っていっぱい島があるんで、その中の一番大きい島で生まれ育ったんで、全然その人口は4万人ぐらいいたし、学校も何クラスもあったりとか。うん、意外とそう。ランピンさんはご出身どこですか。どこでしょうか。埼玉か東京か。おお、なんかやっぱ田舎じゃない気がするんですよね。おお、当たるまでちょっと言ってもらおう。島根。違います。違います。千葉。神奈川。違います。何が有名ですか。言ったらバレちゃうんでね。方言はありますか。方言、方言はちょっとあるんですけど、ないんですよ。まあ、ほとんどなかったですね、僕が住んでるとこは。どこだ。九州ではないですもんね。考えるとね。ヒントください。僕、小中高、ずっと競技でスキーやってました。長野。秋田。あ、離れていったな。山梨。北海道。岩手。じゃあもしかしたらあんまスキーっぽく感じないのかな。でも有名なスキー場とかあるんですけど。長野。長野はよく遠征で、遠征っていうか合宿とか練習でよく行ってました。長野は日帰りで全然行きます。くっついてます、長野と。どうぞ。すごい。あー、美味しいなー。うん、福島。あれ、寒いとこですもんね。全部行かないで来てます。なんか遅いっすよ、こう。もう分かんない。諦めるの早いっすね。遅い。お米。これ分かってるか。いや、コシヒカリと言ったら、うん、あ、新潟。いやーし、新潟県。新潟県の人ね。そう、新潟県の高校まで新潟で、18で来ました。そう思うと、15とかで来ましたね。5時間まであるんですか。これ正月だけ帰る。美味しくなってきたんですけど。結構僕でもオムライス食ってますから。
ハーチャンネルの方で動画上がってるんですけど、僕オムライスを手作りで、それも結構ボリューミーなやつを食べたらすぐ食べてるんで、わあ、お腹いっぱい、本当お腹いっぱいっす。私全然食えるって言ってたじゃないですか。じゃないですか、食べ応えが半端ないんですよ。多分普通の梨2、3個分ぐらいは食ってますもんね、もう多分。だってさ、この時点で普通の梨1個より多いですよ、まだ。こっから普通の梨ってさ、いらないとこ取るでしょ。これ全部食べられる状態でこのデカさなんで、今年僕ら食べる分の梨はもうこれで、もうちょっと、1、2年ぐらいはもう飽きないんですよ。ほら、そんなこと言ってまだ梅村さんが、梅村さん、美味しいよ。梅村さん、最高。本当にどうやってこれがここまでなった過程を見たいですね。見たいですね。これには及ばないものの、うん、近いくらいでかいのもいっぱい周りにあったのかとかもね、気になる。あ、これだけでかくするために栄養をなんか注入しまくってんのかとか気になりますよね、うん、たまたまこれだけでかくできたのか、その木だけ栄養をもうナチュラルにここまでなっててほしくないですか。そうですね。そうそう、体勢がだんだんこうやって大食い、大食いバトルのあのテレビ番組、あ、こうやってあのベルトを緩めて、これはでも本当に10人くらいで食べるやつかもしれない。水分ですもんね、これほとんど。一番好きなフルーツは何ですか？梨ですか？でもトップ3には入るから、なんか迷う感じですね、うん、1、2、3、メロン、イチゴ、梨かな、好きなの。でもメロンもイチゴも高いじゃないですか、そもそもが、うん、イチゴとかメロンも激高のやつとかありそうですね。あ、30万とか。僕一回、これもすごいバズったんですけど、1個5万円のイチゴ、超でかいんですよ、それも。でそれを3粒食うっていう動画をやったことあるんですけど、ああ、それをはるかに超えてってるっていうね、これ。おいしい。ほぼノンカロリー、ノンカロリーって言ったらほぼ水分だから、でも結構ダイエットよく常に一生ダイエッターなんですけど。あ、ってことはラーメン好きって言ってたじゃないですか、それ食いまくったらそれは結果として出やすいタイプなんですか。へえ、すぐ太るんで。え、それでもどうやって抑制っていうか何をするんですか、ダイエットは。でもやっぱり運動も大事だって言うじゃないですか、うん、結局食べるものが一番大事だと思うんで。あ、そう思います僕。だから昔は知識もなかったから食べないことしてたんですけど、やっぱ良くないなっていうので、時間と食べるものを気にしてバランスを見て、うん、でラーメンはしばらく我慢みたいな。いや、食べちゃいますね、うん、食べちゃダメか、言っちゃダメって言われると大変だと思って。あ、そうで、悪ガキじゃん。そうなんですよ、お店で言うに書かれたことあります。使ったことを必ず次の日もやると。へえ。この子は怒ったらそれをまた同じことをやるからって書かれたことがあって、ダメよって言われたら言いたくなる病気なんで。それも書かれて親に見せなきゃいけないってこと。僕が無理っすね、ダイエットは。どんどん太ってくる。ただそれで疲れをリセットして自分に挑んでるんで、無理っつって、それで保たれてる精神、うまいもん食うことで。あと一口ですよ。早いっすね、食うの。うわっ、早い。美味しかった。どうすか、でも YouTube 今年の1月から始めて、もう結構動画上げてきてて、最初ね、始めるって言った時にいきなりもう自撮りじゃないですか、全部、うんうんうん、そっから始まってもう1年近くやって、どうすか。でもなんか自分が本当好きなこととか気になってることしかやってないんで、おお、自分が一番楽しんでるし、うん、自分も楽しいし、見てる人も楽しんでもらえれば最高だなって思ってるんで、楽しんでもらえてるかちょっと分かんないですけど、でもなんかことが今やられてるから、川口のそのチャンネルを見てくれる方に向けての、今後はなんかそういう人たちを喜ばせるようなものを作っていきたいなっていうふうに思ってるんですけど。ハーチャンネル、チャンネル登録よろしく。嬉しい。でもいい時期にやりましたよね。そうですかね。うわーってみんなやり始めるちょい前くらいで出したんですね。確かに、確かにそうですね、うん、それはヒカキンさん的にはどういうお気持ちなんですか。惜しいよって思ってる。いやいや、勘弁してくださいよ、こんなすごい人たちがいっぱいって感じですけどね。そんな、いや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 、ただ、なんかまあ、なんだろう、僕はもう本当になんていうんですかね、24時間これしかやってないんで、まあ、自分は案外大丈夫ではあったんですけど、最初でもなんか分かんないじゃないですか、この一流タレントさんがバーって来たら俺どうなるかなみたいな。 YouTuber はみんなちょっと大丈夫かなってなりましたよね。喋りも上手いですから。
YouTube やってて嬉しい時とかどんな時ですか？なんか、SNS って他はやってるんですか？インスタグラムだけですか？インスタってコメント開放してるんですか？はい。あ、まあ一緒か。でも、直ですぐコメント来るわけじゃないですか、来ますね、動画に対して、はい。どんなコメントが嬉しくて、どんなコメントが…あ、でもなんか、行儀がいいファンの方が多い。おう。あれは YouTube もそうだし、きっとちょ私のこと好きな人たちは、なんか本当、みんな優しくて、インスタのコメントもそうだし、たまにこう、年に1回ファンイベントみたいなのやってたんですけど、今年はコロナにできないんですけど、はい、そういう時とかも、電話して一人もなんかいないで。ていうか、ちっちゃくないですか？ちょっと…あ、苦しい。ごめんなさい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ブーンブーン。すげえ聞きたいんですけど、僕 YouTuber やってて、なんか映画とかにちょっとだけ出たっていう経験1回あるんですよ、はいはい。で、とある映画でなんか5行くらいのセリフあって、これやばい、覚えらんねえんだけど、こんな長いのに。で、頑張って前日覚えてたんですけど、当日変えるって言われて、めっちゃ頑張って覚えてたのに変えちゃったんですよ、突然。で、主演の方からスタートで僕の番が来てっていうシーンなんですよ。で、ミスを連発しまくって、その主演の方になんか塾でやり直しさせたっていう超ヤバい過去があるんですけど、どうやって覚えるんですか、セリフとか。緊張の中で長ゼリフみたいなとか、いつその技術を身につけたんですか？いや、今でも本当に教えて誰かって感じですよ。本当ですか？必死な感じで。で、前日から頭になんかもう叩き込むんですか？でも本を読んだ段階ではこう、なって入るんですけど、一応ほら、それは最初は無理だったけど、ずっとやってたらできたみたいな感じですか？なんかこう、私の場合はこう本を読むと想像で自分の中の映像になるんで、その時のシチュエーションがインプットされていくんですけど。ああ、じゃあ普通に字だけ見て頑張って何回も喋って暗記するってよりかは、なんかもう全部シチュエーションをイメージして雰囲気で覚えていくみたいな、うん、体が勝手にそう、なんか覚えるようにはなってきてますよね、年々。なんかありがたいことに。でもそれでもやっぱ抜けちゃうことも全然多々あるんで、ひたすらもうブツ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 言ってますよ。YouTuber と違ってそういうところってプレッシャーがちょっと違うんで、全然そう間違えちゃいけないとかって中で演技しながらやるのが僕マジで難しいなと思ってるんで。なるほど、映像でイメージ初めて聞きました。どんな風に撮るんだろう、これこんな感じかなみたいな、ほう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 みたいな、自分の中でこう漫画の吹き出しみたいにこう。でも全然それと全く現場行ったら全然違ったってこともあるし、なんかそういう絵にした方が自分が入っていきやすいなっていう、セリフが入ってくるみたいな。普段でもそういうなんかテレビとか映画とかドラマとかと YouTube を自撮りとか、まあそういう部屋で撮ってるみたいなのって、なんか圧倒的になんかここが違うとか、やってみて気づいたこととかあります？その YouTube を新しくやってみて。はい、なんか YouTube は完全自分じゃない、素の自分、はい、誰も演じてない自分、うん、だからめっちゃこう息抜きになってる。元気だし、こう日頃こういろんなプレッシャーとかいろんなものを背負ってる、身が降りる場所みたいな自分の中で認識で、だからそのやりたいこと、行きたいとこ、食べたいものとかも自分のただプライベートをただただ撮って、それをみんなに見てもらう、なんでいいのかみたいな感じなんですけど、あ、だからなんかこう言ってしまえばオンとオフみたいな感じかもしれないですね、うん。それ聞くとやっぱプレッシャーとかすごいんだろうなって今感じましたね、僕は。だってみんな YouTuber って本当に撮るよ、ピッて言ってこう部屋で2人とか1人とかで撮ってるんで、そういう大人の人が30人いる前で、はい、カッ、私、はい、カーッ、ちょっとダメだねみたいなのないんで。でも逆に言ったら、そのプライベートの線引きが難しい方じゃないですか。ああ、そうですね。常に回して、なんか頭の中が常になんか撮らなきゃみたいな風に、はい、もしかしたらなってるんだとしたら、はい、どこでこう線引きしてるのかな。休まらないですね。ただそのプレッシャーよりかは僕は楽かもしれないです。明日その大事なシーンのとか、なんか苦手な仕事が明日とかちょっと先にあると、それずっときついんですよね、心が。同じです。あ、そうですか。だって私連ドラ中3ヶ月間夢見てるんですよ。眠りに深く入れてなくて、ずっと夢見て、ここに携帯、起きなきゃいけないから携帯と寝る時計やって、へえ、起きれるよで、こう寝るんですけど、そんなんじゃ眠れるわけないじゃないですか、休まらないから。ずっとそれは3ヶ月続いて、大体やってるから終わった時とかに眠れなくなるタイプ。確かに終わる瞬間にグンってくるんですよね。そうなんですよ。だから常にもうその作品中はもう寝れてないっていう、時間はいっぱいあるんですけど精神が休まってないみたいな感じもある。
焼き場になりましょう。もうそこはゆっくりゆっくりこっそり移動してってきて、いいですか、いいと思いますよ。すいません、すいません、応援してしまって、嘘です、嘘です。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、ちょっとまだ苦しいんですけど、この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録、そしてハーチャンネルのチャンネル登録もぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。登録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 。